オレグ・マスカエフはカザフスタン出身のロシア人、プロボクサー。元 WBC 世界ヘビー級王者、ザビック王と呼ばれている。モルドビン人の両親の元カザフスタンのタラズで生まれる。1999年にアメリカへ移住。2004年にアメリカの市民権を取得。2006年12月9日にロシアの市民権を取得した。 1980年代に当時のソビエト連邦でアマチュアとして活動。1994年の広島アジア大会ではスーパーヘビー級で金メダルを獲得した。1993年4月17日カザフスタンでプロデビュー。だが旧社会主義国権のカザフスタンではプロボクシングの環境が整っておらず、すぐに主戦場をアメリカに移す。 1995年9月29日、初代パバヘビー級王座決定戦で、ニコライ・カルピンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め初代パバヘビー級王者となった。1997年4月5日、デビッド・トゥアの持つ WBC、インターコンチネンタルヘビー級王座に挑戦するが11回、TKO 負け。1998年10月2日、 パバヘイビー級王座決定戦で、トアキパタセファと対戦し、1回1分15秒小勝ちを、収め王座を再獲得した。1999年にはアメリカに移住し、私生活含めプロボクシングに専念する環境を整えた。2001年3月10日、WBC アメリカ大陸王者ランス・ウィテカーと対戦し、2回1分3秒小負けを喫し、 王座獲得に失敗した。2005年11月12日、シーナン・サミル・サムを判定で下し WBC、インターコンチネンタルヘビー級王座と WBC、世界ヘビー級王座への指名挑戦権を獲得した。2006年8月12日、WBC 世界ヘビー級王者ハシーム・ラクマンとの因縁の対戦を12回 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。 2006年12月10日、モスクワのオリンピスキースポーツコンプレックスで MG ピーターと対戦し、3から0の大差判定で初防衛に成功した。この試合はロシアで開催された初の世界ヘビー級タイトルマッチとなった。2008年3月8日、暫定王者サミュエル・ピーターと王座統一戦を行い、6回2分56秒小負けをキッシュ王座統一に失敗。 王座から陥落するとともに、正規王座をピーターに明け渡した。2012年12月30日、引退から復帰、約4年10ヶ月ぶりの試合。ロシアで、オーウェン・ベックと対戦し3回 TKO 勝利を収める。2013年11月4日、ロシアで、ダニー・ウィリアムスと対戦し10回判定勝利を収める。ありがとうございます。